はい、やってまいりました、はい、今日はなんと、うん、竜陽中学校さんに来ております。磐田市立竜陽中学校さんですよ何しに今日はですねあの中学生の皆さんに、はいはい、お茶丸将来の夢について語ってほしいと来てますよ。あれまだ将来の夢は途中の途中ですまだ夢の途中なんですけども、いやでもありがたいですね、本当にありがとうございます。竜陽中学校さんの2年生未来授業、はい、私の未来を考えるという授業のお茶丸講師にやってきました、はい、教員免許をお持ちですから教員免許を持ってるんです、はい、一応僕のお世話になったですね、はい、あの中学生お世話になった柏木先生から今日はあのご依頼受けまして、はい、校長先生からも許可入れまして、ありがとうございます。学校の方も撮影させていただいております。はい、頑張るに大丈夫かしらその気合入ってるとこ悪いんだけどさ、もう気合十分よ。髪型どうした、触れるないやあのさ、アマーズに来て、うん、あのちょっともう時間ないけど、うん、明日学校行くしと思ってさ、急いで行っただよ、うん、それじゃいつもの方と違うもんで、伝え方が全然うまくいかんくて、なんかネイマール選手みたいになっちゃった今日はお茶マール、それ用意してきたの、今日用意してきたまあまあね、そんなことはね、まあまあ、皆さんには関係ないですから、生徒の皆さんにしっかりとね、はい、大切な授業を行ってください。全力で頑張るに。まーつりーだ、やいそやいそやいそ、ちょっと正門くぐるに。はい。深々とね。すごいに、学校だに。そうね。今日はあの生徒の皆さんは、はい、映さない形で、はい、あくまでも我々ヤラマイクカンパニーだけで動きます。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいにもう学校だね。もろ聞いたけど、うん、ちょっと職員の方から、うん、あの竜陽中学さんグランド、うん、で静岡県一って言ってましたよね、うん、大きいって言ってましたね。大きいって言ってたね、うん、でサッカー部と野球部両方ともできちゃうって、うん、グランド、はい、いっぱいあるもんね。すごい、だって別のなんかグラウンドかなと思ったら竜陽中学校さんのグラウンドっていうことで ね、 ね、 もんね、うん、大福、うん、あの竜陽中学校さんさ、うん、あのヤギもいるよって聞いてただけどさ、うん、見てあのグラウンドにもヤギが今真ん中にいるヤギが今多分運動中かな生徒と一緒に運動してるってこと大福、うん、体育館なんか入らせてもらった、うん、すごいの、もう声響いてるに。めちゃくちゃ大きいけど、ちょっと見てみる？うん。でかっ何これ、めっちゃでかいけど。バスケットボールの数がたくさんある、うん、5、6、7、8、8個もあるに。デミちゃん見てる？中学校の体育館とは思えない広さだね。何の絵何の時間、体育だにじゃない、あなたこれから授業なんだからあんまヘトヘトになんない方がいいよ。いや大福、うん、まあ、竜陽中学校さんの、うん、ここ多目的ホールらしいんだけど、多目的ホール、これなかなか多分、うん、あの私立の中学校でないんじゃないかな、うん、俺の中学校なかっただけど、うん、まあ、ほんと広い、これちょっと見ていただいていいですか皆さん。ドラマの世界みたいだけどすごい邪魔だなあいつ。すごい、でも本当にピアノとかあったりするから、ここで合唱コンクールの練習とかしたりするのかね。いろいろだからモニターとかもあるから、ここでねなんかいろんな生徒さん集めて授業やったりみたいな。いやー大福館、はい、教室見てすごいよ。まあ、ちょっと一部屋入らさせていただいて、なんとなく学校竜陽中学校さんの、はい、様子を撮らさせていただいてますけど、うん、ね、黒板とかも懐かしいわこれ、うんうんうん、綺麗だね。でも本当に竜陽中学校さん、うん、こういうね机とかもね懐かしいよ、こんな感じでしたね。ちょっと座ってみようかな。1年3組お茶丸くん、はい、でかいなおかしいよじゃあこの後も授業頑張ってきます。じゃあ、将来の夢についてっていう形で、話していきます。僕はお笑い芸人です。で、あのコンビ名はヤラマイカカンパニーで、今芸名お茶丸っていう名前でやってまして、で、あの爆笑問題さんでるタイタンっていうところがあるんだけど、でそこで所属して、
まあ、普段はお笑いライブに出たりとか YouTube 活動するのが僕の仕事です。で、まあ、ずっと東京に住んで活動をしてたんですけど、まあ、この10月から浜松でタレント活動をすることになって、まあ、ちょっとこういう授業が美容中学校さんであるということなんで今日来ました。まあそのまだまだ駆け出しの自分自身がね、だってね、あのテレビつけて出てるわけじゃないもんさ、なんだなんだこの人って多分なってると思うんだけど、まああのだもんで偉そうなことは言えないんだけど、こういう人生もあるんだ、今後の参考にしてもらえる、みんなの中にちょっとでも思い出に残ればいいなと思う。よろしくお願いします。その将来の夢ってありますかっていうところで、多分ね、あの言えなかった言えないって言ってもいいし、なんかみんなは今の時点何かあったりとかする？俺はね、なかったで、中学校の時って。ここは僕はこの浜松、これ浜松商業って浜松にあるところ、そこに行って、でも高校の時も俺はその時点ではね、なんか将来の夢って中学校上がってからは持ってなかった。あんまりもうバスケばっかりやってから一生懸命、まあバスケット、俺はね一応全国大会行ってる、あの高校生の時あの浜松で、で俺はスタメンじゃないもんでベンチを応援してた、その補欠で。だけどその時にあの部活終わって最後、そのじゃあ高校卒業したらどうするのっていう話をさなった時に、もうさ決めるしかないじゃん、 なんかしないとなんかやばそうだなと。でバスケ部の監督のことが大好きだったもんで尊敬してたで、あじゃあ俺教師になろうかなと思って、それが大人になってからの最初の将来の夢、教師で。大学行ってあの教員免許取るために教育実習、これはね南陽中学校って浜松市、この流洋、この天竜川を越えたところの中学校出身なんだけど、そこで教育実習して教員免許を取ったんだけど、教員試験、まあ、ここのみんな中学校の先生の方なんだけど、教育実習終わった後に今度は教員のテストです、採用試験、それがすごい大変、僕の場合はその就職するかどうするかっていうところで、ここであのお笑い芸人になろうっていう風に完全に決めた。だからなんか将来の夢っていうよりかは、その進路を迫られた時にあの 教師になりたかったんだけど、すぐになれないかもしれない、で努力してもなれない人たちもいるってなった時に、このまま行くかどうしようかっていうので、お笑い芸人の方がやってみたいかなと思って、そのなんかちょっとこう人と違うこと、テレビに出たいなとか、そっちの気持ちが強くなってお笑い芸人になろう。でまあその芸人をね続けられてる理由っていうのが大きく2つあります、僕の場合は。でそれは好きだから続けられてるっていうのがまず1個、であともう1つはその夢を叶えた先輩と友達がいるっていうところなんだけど、だから俺はまだ叶えられてないんだけど、でも先輩とか友達、本当に仲良かった友達が夢を叶えてるもんで、なんか俺はその夢は叶うものなんだなっていうのを友達とか先輩に教えてもらったもんで、まあ、頑張れてる、うん、だもんで、それがあったから今も続けられてるかなっていうのがあります。じゃあありがとうございました。いやー授業って大変でも本当に授業中 の生徒の皆さんすごい素直で、うん、あの僕自身がめちゃくちゃ勉強になった。なんか素敵な生徒さんたちでしたね、うんうん、なんか本当になんか同じ話を2コマ、うん、あのやらさせていただいたんだけど、うん、こういった授業って俺初めてだったんだけど、うん、あのなんか これを踏まえてもう1回3回目があったら多分もっとうまく話せんじゃないかなみたいな、うん、そういう練習にもなったし、うん、あの久しぶりにこうやって学校、うん、中学校の中に入れて、うん、でもう生徒さんの皆さんのエネルギーいっぱいもらえたもんで、うん、なんかこういったところも我々ヤラマイカカンパニー の、うん、あのこれからの、チャンネルの部分で、うん、エネルギーは、もらえたかなっていう気がします。そうですね、うん、素敵な生徒さんたちでございました。いや本当にね、はい、あの学校なんであの
ギリギリふざけられる部分とふざけられない部分でありますけども、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。流用中の皆様本当にありがとうございました。はい、ということでこれからもやらまいかかんばり頑張ってきますので、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てね。